豪快に雪を巻き上げて走行する函館資源灰、形灰3号帝国電力灰、形電車は1937年に登場した帝国電力の事業用路面電車車両である。1937年に明治から昭和初期にかけて旅客車として運行された車両を除雪用のササラ電車へ改造した車両である。当時函館市内で 軌動事業を行っていた帝国電力が1937年に6両の旅客車を自社工場で改造し製造された。イイ1から4号は新造車両として認可されている。雪かき動力用には日立製作所 HS301B 主電動機は新コートバイ MT-60 へ交換している。ハイ号とハイ号は型から改造され、 ハイ3号からハイ6号までが200があったから改造されたが以下のように細分される。車内のササラのモーター車体そのものはほぼ主車時代の木造のままであるがオープンデッキ式の運転台は完全に取り去られ支柱が載せられているほか車端部にはササラ電車の特徴である除雪用のブルームが設けられている。また側面には大型の引き戸が設けられている。 旅客車時代は、客室として使用されていた箇所に運転台が移設されているほか、ブルームの動力源となるモーターや制御用のダイレクトコントローラーが設置されている。灰3号、灰4号を除いて廃車されたが、灰2号は改造前の姿である30型に復元され、函館灰からこうとして4月中旬から10月末の期間限定で運転されている。灰 E1 と5は、 アメリカのシーシ所は路面電車博物館に譲渡されたが、現在の状態は不明。事業用であるため一般旅客は乗車できないが、過去には趣味団体の写真撮影のために貸し切り運転された事例がある。1990年代中頃からは大部分の作業が除雪トラックで行われるようになり、最近は11月中旬の試運転を除いて運転される機会が少なくなってきているが、 湿った、重い雪が大量に降った時や、急な降雪で除雪トラックでは、除雪が間に合わない時などはまだまだ出番がある。2両とも出るか、1両だけかはその時の状況によって、決まる。また2013年、函館の路面電車100周年記念行事では39号、530号、723号、9602号と、共に一列になって、全線を練り歩く。 電車台更新が行われ、ブラシを回さずに運行が行われた。江戸東京博物館にて展示中の、廃4号2011年、東京都交通局が創業100周年を迎えることから、江戸東京博物館にて特別展が開催され、その中の企画として現存する、都交通局車両では最古である当社が展示された。都営交通100周年記念特別展。 東京の交通百年博、ありがとうございます。